はい、こんにちは。また新しい絵の具を見つけました。100円ショップです。100均。今回は12色入りですね。ダイソーさん、ビューティフルカラー、ウォーターカラー、ペイントセット、材質は絵の具は顔料アラビアンゴ水安定剤、今回はこの絵の具を使って、色をつけていきたいと思います。ではちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。ではパレットに置いていきたいと思います。黒は使わないから茶色からいきます。茶色、ちょっとこれ乾燥してますね。これないので入れません。2、4、6、
絵の具で、描いてみました。これがその信州の美術館を描きました。で使った感じですが、やはりあのサラサラ感はちょっとなかったですね。少し粘ってした感じ、あとは慣れていないせいか、やっぱしあの時間がかかってしまいましたね。混色なんかにも時間かかりましたね。それと、暗い色が作れなくて、どうしてもこの暗いところが紫色に近く見えちゃいますね。ここに入ってるブラック使った方が無難かも分かりません。あとはあの問題なさそうですね。そんなところで終わりたいと思います。